こんにちは、コメソです。今回は今日もパレード弾いていきたいと思います。一応新キャラが追加されてるので一応見ていきましょう。かけらをね、200個貯めましたのでいきましょう。で、まあこう定番ゴマとか神馬竜あるんですが、竜は結構美味しいんだけどね。デュポン、シェンメ、バハムート持ってないし全員欲しいのであれなんですが、せっかくなら新駒でね、ここかな。ガチャドクロ進化がアビス。わしから逃げようなどと少子千万、人間など虫けら同然だ。どれほど束になろうとわしにかなうまい。まあめちゃくちゃ強いよね。1600の吸収だけで強いのに900の毒与えると。でコンボスキルも吸収。恐れ嘆きわめくがいい。恐怖を感じれば感じるほど人間の血肉はうまくなる。さあ悲鳴をあげるのだ。10日の方は何だろうね。まあコンボスキルも普通に強いけど、まあ白の塔とかそういうところで意外と強そうですね。では聞いていきましょうか。一応ボックスを少し開けてきたので引けるかなと思います。で一応オセロトも引けるのでオセロト引いておきましょう。オセロトね、マジでね、先月先々月忘れてるから引くのね。あれ日付変わったじゃんみたいな。日付とか月かってことがあるので、ちょっと久しぶりに神引きしたい。テュポンとかやっぱりそこら辺欲しいですね。テュポン、メイデン、メイデン、あれメイデンこっちじゃないか。シェンメイとか、エズゴマ。これは限定じゃないですね。はい、限定じゃない。え、限定じゃないよね。はい、オッケーオッケー。ポチ。引きが悪いのは、もう最近ほんとそうなんだけど、こう貯めるの頑張ったからね。強駒パレードはね、英語も来てって感じなんですけど、強駒はね、超駒は S 駒が出ないと話にならないんで、もしかして引き悪いの継続？それはやばい。30連目ちょっとやばくない？これカルコンからん、プレミアムオセロニアガチャいきましょう。やばい、2連チャン震えない。音はスリーってなったけど、やばい、みんな助けてほしい。やばい、使わない、みんなここにいるキャラマジ使わない。オセロニアがガチャで当たんなかったらどうすんのよ。40連目やばい。30連で一応 S1 で S 使わない S5 でしょ。フルエル、2枚とか来てよ。2枚とかよーし、きた、きたー、鮮明。あたしちょっとボックス開けてきます。開けよう。鮮明は40連ね。鮮明、まあいいかいいか。これなんかあった時のためにとりあえずコマバンク送り、いや売っとくか。こういうさ、ベノバチとかそこら辺はなんかさ取っときたくなっちゃうよね。とりあえずこんなんでいいよね。よしよしよし、シェンメイはありがたい。でシャービス。でも皆さん聞いてください、40連で2体ですからね。40連で2体だよ。シェンメイめちゃくちゃ美味しいけど、
ちょっとやばくない？これオセロニア、ちょっと確率やばくない？ちょっと確率やばくない？ちょっとクソだわちょっとクソだな。前回も引きよくなかったので、そうだね、引きよくなかったよね。一応ハデスは引けたけど、結構ガチャ引いた上でハデスだったからね、一体だったから。あのね、こういう話はしたくないけど、モチベがね上がりきらないんだよね。なんかもう今ここまで来てるのに上がりきらないで、そのままゆっくり下がってって、ちょい上がって下がってってちょい上がってを繰り返してる感じ。ここでやっぱりチュポンだったり、あとはゼウスだったりとか、そういうキャラが当たってくれると、おこのデッキ作れるなんだよっていうので、あこのデッキ作りたいなとかができて、結構モチベがすごく上がってくるみたいな感じなんですけど、やっぱクラスマッチ、あシーズンマッチか、シーズンマッチでも結構下方とか食らっちゃってね、今自分なんかメフィストがいいデッキ作れるからメフィストで頑張ってるんですけど、シェンメイ手に入れたのはすごく大きいけど、はい、ってことで、はい、頑張って集めたいと思います。はい、頑張ろう。一応メールでもありますし、一応ミッションでもまだ5個とか10個とかんミッションあったかな、あありましたね、ランクとかであるので、まあ貯めてって感じですかね。まあ、基本的にはやっぱりサービス分まで引きたいと思いますので、はい、頑張って貯めたいと思います。あ、そっか、一応ね今シーズンもあのダイヤモンドマスターに行けましたので、そっか、それ分ももらえるのか。よし、じゃあ頑張って貯めたいと思います。1000名ありがとうございます。ということで最後までしょ、ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。本当はチュポンが欲しかったかな。はい、頑張りましょう。やばい。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。